井上公園は愛知県豊田市にある公園。豊田市が設置した公園で矢作川水系の加護川支線、水瀬川両岸に位置する。1974年4月に野球場の共用を開始。1977年12月にはテニスコートも共用を開始した。その後、2007年9月から温水プールを備えた水泳場が共用され、 2009年5月には老朽化していたテニスコートが移設された。これらの他にジョギングコースやフットサルに利用できる芝生広場がある。施設の利用予約は豊田市スポーツ施設利用システムで行うことができる。ナイター設備を備えた野球場が一面あり、5から21時を3時間ごとの5区分に分けて利用できる。利用料金は無料。ただしナイター利用は さなげコミュニティセンター会館日に限定され、夜間照明については、ベッド料金が必要となる。スナイリ人工芝のコートが3面があり、9から21時を2時間ごとの6区分に分けて利用できる。有料で夜間照明料金も、別途必要。なお、水泳場の休館日には利用できない。25メートルプールや水中歩行用プール、 子供プールなどの他にトレーニングルームやスタジオを備えており、9から21時まで利用できる。プールは1回2時間を単位とするが、専用利用も可能。休館日は月曜日と年末年始。ありがとうございます。